第4試合は60キロ契約の3回戦、大石正弘対太田義信です。大石選手はライトからこのフェザーに落としてきました。まさに太田選手より一回り大きいですよね。膝を入れてパンチを出す、速い動きの太田、それをうまくコントロールできるか。大石足をかけていった。フェザーに転向して2戦目、はい、1戦目はもうクラス B の西澤相手だったんで、ここでクラス A の選手、まあ大石が苦手とされる打撃を得意にしている選手ですからね、はいはい、どういう試合できるか、そこは注目されています。ハーフガードから大石が体を騙していきます。首を殺しているのか、もう肩固めって言ってもいいような締めに入ってますよね、はい、じわっとこの頃来る攻めというんでしょうかね、まあ、いぶし銀というようなことも言われますが、足を抜いていけるか、まあ、よく60キロまで落としましたね。さあマウンドになりました。ボディに一発パンチを落として大石、して、またハーフに戻ります。まあ、太田の方は右にパスされないようなディフェンスの仕方でしたので、そのままマウントを取ったっていう、そういう動きでしたよね。大石が膝を押しながら、やっぱり首殺してるのが生きてきてると思うんですよ、この大石が。右手ですね、回りました、体今崩れました。これ膝怖いです。あ、はい、と抱きついていった太田。太田がそこでガード取ったのはちょっと分からないですね、自分の得意なところを潰してしまったような、スタンドに行きたかったのは太田のはずなんですがね。さあインサイドガードになっています。死に登ろうとしている太田ですが、それを振りほどいて大石の上からパンチ。ラスト30、下から潜って今入ります。まあ、圧のかけ方うまいですね、プレッシャーというか、これ簡単になってますもんね、もう。さあこれでまたマウントポジションです。じわじわと取り入った、天中陣いけるか、どうだ。さあ取れるか、形に入ってますよ。必死に音をこらえる。さあ腕をほどきながら回りますが、どうだ。太田の腕を取れるか、腕を必死に伸ばそうとしているが、ゴングです、ゴングです。第1ラウンド終わりました。まあ、ペースは完全に大石選手ですね、はい、ですね、ちょっと太田元気がないですよね。なるほど。さあ第2ラウンドが始まりました。アンジ、いや大石のパッチが出ました。さあそして組みついていきます。持ち上げてテイクダウン。アームロック取られているのにそれを持ち上げましたから、やっぱり、ライトから落としてきた選手ちょっとパワーが違うのかなと、はい、なるほどね。さあこのフェザーで大石正弘、太田を相手に自分の試合を進めています。余裕で腰に手を回してますよね。さあじわじわと体重を乗せて絡めているが、その腕がほどけます。で下になりながらも足を取って、そこへパンチを落とす。そうだ、ちょっと不用意ですよね、自信ありすぎるのか。ライト級の頃からあったところですよね、それは。そうですね。さあ首を抱えていった太田、勝ちました。と倒れました。と太田もったいないですよね、またこれも抱え込まない方が良かったですね、はい、さあ上になっている大石、ハーフガードの位置からもう少し寝技でも立ち技でも打撃散らしていけば、はい、太田選手も勝機はあると思うんですけれども ね、ちょっとひっつきすぎという感じはしますね。さあ越せるか、一つ超えて、はい、これやっぱり首を殺しに行きますよね。さあ首を殺しながらパスガードを狙います。まあ頭を殺してると強いですか、ね、後ろに回りました、後ろに回した、バックを取った。さあ回りながら大石選手鼻血出てますね。あ、はい、は乗りすぎないようにですよね、ここ、はい、大石選手の方が鼻から出血があります。そして後ろからスリーパーを狙います。さあ取れるかどうだ、
腕を回してる、回ってるか、入ってません、ね、一旦ほどけた。でももう逆の手をすぐいってますよね。反対の手が、今度は右の腕を回しました。今度は入りました。スリーパーホールド入っている。おいしい、どうだ、決まるか、スリーパーホールドだ、苦しい、立った、おいしい、スリーパーホールドの一本勝ちです。逆で2連勝ですね。いやこれ終わってみればこれ大石の試合という感じですね。ただまあ先ほど高島さんが言ったように、あの悪い癖っていうのがね、来敵時代から悪い癖っていうのがちょっと心配ですけれども、まあ圧倒的な強さだったんですけども、はい、ちょっと太田の元気のなさも気になりますよね。はい、2分48秒でした。大石正弘がスリーパーホールドの一本勝ちを収めています。ね、初めてでこんな血出ちゃったの。多分向こうパンチで狙ってるのは分かってたんだけど、まさかそんないいのはもらえないだろうなと思ってたんです。命中しました、ね、寝技がようやく分かってきたような気がして、去年バレットにやられてからちょっと集中的に寝技